霊気は人々の魂を集めるというその習性上、人口密集地を目指します。ですから次に狙われるとすればこの地でしょう。それは伝承で伝わっておりましたので、その、他には、首、そうです、首、霊気の首を跳ねれば動きを止めることができます。そりゃ首を跳ねれば大抵の魔物は死ぬだろうが。ふざけるな！この神聖な軍議の場を侮辱する気か。だとすればまずは貴様の首を跳ねてやる。それで霊気も消えれば締めたものだからな。それは不可能です。霊気自体を倒さなければ私をいくら殺しても何度でも復活してしまいます。落ち着け、討伐方法は分かったのだ。あとはそれを実現する作戦を練ればいい。それよりも重要なのは、ああ、誰が指揮を取るかだな。何？無論、人員を一番割いている我が軍の指揮下に入ってもらう。何を言う、霊気の首を落とすには工場兵器が必要不可欠だ。それを一番保有しているのは我が国だぞ。しかし戦費のほとんどを負担しているのはメルロマルク国であるし、盾の勇者殿を用意しているのも、まあ、今論じるのはそういうことでは。そうです、誰が指揮を取ろうと構いません。ですが突撃の先陣を切るのは我が大隊に任せてもらいたい。大隊程度が突撃したところで何になる。そうだ、機関の隊は後方に回れ。それでは死んでいった者に顔向けできません。無駄死にしたいのか。それで結露が開ければ本も。いい加減にしろ。心底どうでもいい。そういうことはな、人間同士の戦争でやってくれ。貴様、いくら盾の勇者といえど、霊気を最小限の犠牲で討伐できる作戦なら誰の指揮だろうと動くし、必要なら俺が取ってもいい。だがな、それを考えもせずこの後に及んで己のメンツに固執するってんなら俺は降りる。のだが霊気は倒す。俺の仲間と一緒に俺の領地を守るためにな。あとは勝手にやってくれ。